ボンタン雨スペシャル MBC アナウンサー秋の朗読会が鹿児島市の県立図書館で開かれました。はじめから次々と順番に声を張り上げていきました。いちもくさん。ボンタン雨スペシャル MBC アナウンサー秋の朗読会は今年で22回目です。鹿児島ゆかりの作家で県立図書館の館長を務めた無垢波土重さんの生誕120周年にあたることから、今回は無垢さんの作品や無垢波土重児童文学賞を受賞した作品など6つの作品を朗読しました。朝日の中で煙突のてっぺんに止まって胸を張って歌うこのスズメを眺めることが私の毎朝の楽しみでした。楽しかった。聞きやすいようにゆっくり読んであげるのはいいのかなっていうふうに思いますね。会場にはおよそ180人の親子らが訪れ朗読に聞き入っていました。朗読会の模様は MBC ラジオで来月3日日曜日午後7時から放送します。